キーフチャーさんから来てますよ。ありがとう。今日のテーマ旅。13年前に新婚旅行で長野県に行ったわけさ。いいね、旅先長野って。沖縄と真逆だよ。山の景色だからね。でそこの旅館、温泉が外にあって雪が降ってきたわけよ、うんうん、いいな、酒も入って温泉も暑くてさ、雪が積もってたところに丸バイのままダイブ、とっても気持ちよかったんだけど、翌朝旅館の人が騒いでたわけ。なんかあったんですかって聞いたら、温泉のところにクマが出たって言いよった。え、レンタラさん、俺さあ、すみません、俺ですって言えなかった。あ、クマさん、クマと間違える。クマから届いてるの。あ、クマから届いてるの。クマから届いてる。いや、ゆっちゃんさんです。あ、ゆっちゃんさん。そう、もうじゃあこれ僕たちの胸の中にしまっとくね。何も言っちゃダメよ、マリ。ゆっちゃんさん、困るから。あのクマはゆっちゃんさんって、うん、大丈夫、僕たちは口が硬いです。オンエアし